みなさん、こんにちは、アイです。いつも見ていただきありがとうございますごめんなさい、これいらなかったマニキュア、今ね、慌てて塗ったんです、すいませんえっと前回のオラクルカード、意外と再生回数が自分が思っているよりですね早く上がっていて本当嬉しいです。ありがとうございます。もうね、それだけでももうすごい励みになります。めっちゃ嬉しい、本当ありがとうございます。今日はですね、あとクリスマスまで数日なんですけれど、はい、もしかしたらクリスマスの前の土日にねクリスマスデートとか行かれる方もいらっしゃるかもしれないんですが、滑り込みで作れるクリスマスのピアスをね、今日は作りたいなと思ってます。もうね、片耳分ちょっと出してしまったんですが、クリスマスチャームを買ってきました。これはブーツですね。で、同じ値段です。ステッキタイプになります。これですね、はい。で、もう一つ、1個入りなので2個ですね、はい、買ってきました。このね、ジルコニアスター、はい、ジルコニアなのでね、かなりキラキラと、はい、しています。ちょっと脇にどかしますね。よいしょ。それと、今日使うのはフックピアスと、シーカンです。はい、0.6mm×3×4 ですね。はい、このちっちゃいシーカンを使っていきたいなと思います。で、もうとっても簡単です。これにね、もうこのチャームにフックだけでも可愛いと思うんですけれども、私はちょっとこの星のねキラキラをつけてあげたいなと思ってますので、そうですね、星はそのまま、そのままって言ってもこれあれなんだよな、穴の向きがね一緒なので、ここはシーカンでつなぎます。はい、もう作っていきます。よいしょ。よいしょ。シーカン何個使うか、あ、いかちょっと待ってくださいね。あれ、どこ行っちゃった。ちょっと失礼、すいません、床に落ちてた。よいしょ。はい、シーカンをフック側の缶に通して、これがね表と裏逆にならないように気をつけてください。まあ、あって思ってもねやり直すことはできるんでね、簡単に。で、シーカンを閉じます。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。よいしょ。このね、シーカンの、隙間がないようにしてあげてくださいね。で、これをやってると爪が傷つく。よいしょ。いいかな。はい。まあ、これだけでもね、十分可愛いんですけれど、この後ろに、このクリスマスのステッキをつけてあげたいので、こ
このねシーカーね、あのこの中から取り出したらもうダマになって出てきたんですダマになって出てきたんだけど、このね絶対こういうこのね隙間があるんですよ。ここ見えるかな、そうこれこれ、ここにねこの隙間がある状態じゃいけないので、これを一個ずつ整えていきます。あーよいしょ、どっか消えちゃいましたのでもう一回出します。あ、いいか、とりあえずここに出てる子でつなげ、あ、いたいましたちゃんと机の上にいた、よいしょ、シーカンを閉じて、シーカンをこっちも閉じます。ね、よいしょ、ちょっと待った、シーカンを閉じたいから、しにくい、ちょっと待ってね、よし、はい、綺麗にね閉じました。で、まず2個閉じました。で、もう一個、つけます。よこらせ、もう一個つけるんだけど、ここでクリスマスチャームをねつけてあげて閉じます。よいしょ、よいしょ、ね、これだけの長さができました。で、一度これで重ねてみます。ここにね、こんな感じで、よし、引っ掛けてみて、こう見たときに、うん、このね、このチャームが正面を向いてくれればいいんですけど、今正面を向いてくれないので、もう一個増やそうか、ちょっと待ってね、やっぱり横向いちゃうな、1個増やします。一番端っこの新刊を開いて、で、正面を向く方を確かめながら、
ね。よし。はい。はい、できました。こんな感じです。ね、かわいいですよね。はい、こんな感じです。うん、なので、シーカーを全部で5つ使いましたね。このチャームに4つつけて、こっちの星の方に1個使ったので、全部で5つになります。で、そうすることでね、チャームも正面を向いて、お星様も正面向くようにしてあげてっていうことで、はい、こんな感じです。うん。よっこいしょ。なんか固まって出てきた。何個だこれ。1、2、3。あ、ここで1個多いのか。とすごい固まって出てきたので、どうせならこれをこのまま使っちゃいたいなと思うんですけれど、隙間がね、ところどころやっぱ空いてるので閉めます。もうちょっと開けるか。ブーツが正面を向く方を確認してフックピアスをつけます。で、開いてる？これ開いてない。ちゃんと開いてない。ちょっと待って。よいしょ。はい、チャームだけだとこうなりますね。で、ここに
瞬間をジルコニアスターにつけて、今これ裏がねここに来てるからブーツのシリカンの前にくるように、よいしょ、隙間をきちっと閉じて、よし、はい、こんな感じです。はい、可愛くできましたね。あっという間にできちゃいましたね。うん、はい、約5分でしたね。黙ってなかったけど。はい、こんな感じで、クリスマスのピアスはいかがでしょうか。はい、クリスマスチャームね、なんか他にもあったんで、ぜひお店で楽しんで探してみてください。かわいいですね。皆さんどんなクリスマスを過ごされるんでしょうね。私は仕事です。そうそう、24、25は普通に仕事して、どこ行ってもねお店いっぱいだしね。なので違う日にずらします。皆さんも良いクリスマスを。ではでは。